ピーポ君、ピーポ君、お兄さんね、運転中だっていうのに、なんだかとっても眠たくなってきちゃった。こんな時はどうするんだっけ？お酒を飲む。お酒飲んじゃダメだね。より深い眠りに誘われちゃうね、このお酒飲んだら。違うでしょ、こういう時は安全な路肩に駐車して仮眠を取るんだったよね。うん、1年間。長いよね。俺たち干からびちゃう、そんな寝たら。違うでしょ、眠気が取れるまででしょ。それでは出発。ブーン、ドン。いけない、ピーポ君。お兄さん、運転中におばあちゃんを引いちゃったよ。こんな時はどうするんだっけ？逃げろ。逃げちゃダメ。おばあちゃんを引いちゃったんだよ。やったね。やったねじゃないでしょ。おばあちゃんを引いちゃって真っ先にまず やることがあるでしょ。お酒を飲む。お酒飲んじゃダメ。何嫌なことを忘れようとしてんの。じゃなくて、こんな時はまず警察を呼ぶんだったよね。よし、ピーポ君、警察を呼ぼう。うん、1万人。多いわね。それ自体が事件になっちゃうから。